今回は台湾ラーメンです。名古屋の台湾ラーメン、これは名古屋のご当地の一つで、昭和40年代に名古屋市内の中華料理店でまかない料理として提供され、それが世に広まったそうなんですね。で、具に脇肉はニラ、ニンニク、ネギと辛く味付けし炒めたものを乗せた、唐辛子の辛みが特徴の醤油ラーメンということで、自らこの辛そうなイメージがありますけどね。では、いただきます。なるほど、食べた瞬間ピリピリする辛さですね。この唐辛子の辛さに、あの香ばしさが、なんとも言えず、非常にこのピリピリとした辛さ、そして スープも余計にピリピリしてると、そういう感じで、別に怒りまくってるわけではないですが、まあ怒る熱さというか怒る辛さという感じですね。本当にこの台湾ラーメンはすげえ辛いです。やっぱり本場中国のね、ものだけあって、すごいこの台湾のラーメンというのは、辛さが独特で、もう食べた瞬間、ピリピリくるんですね。ですから、これは、もう食べた瞬間に唐辛子がじわーっとくる。もうその辛さですので、この辛さはたまんないですね。でも、このたまんない辛さに、ニラとかニンニクとかネギ等の野菜の甘みというのが効いているから、まあなかなかいいんですね。ただたまに食べるとすごい辛いので、舌がこうビリビリきます。ですので、もうこれはあんまり食べられないですけども、まあなかなかたまに食べる分には、やっぱりこれ一旦ハマれてしまうとまた食べたくなるような味ではないかなという感じです。どうもありがとうございました。